歌うサレ神戸昔ヨゴベイとゴンゾという2人の商人が旅の道連れになったヨゴベの方はたくさんの銭を設けて家に帰るところじゃった峠のてっぺんに着いた時ゴンゾはひと休みしようというてきかんヨゴベはしかたなく腰を下ろしかけ「もしかして殺される?」と思ったとたん。 首をはねられたゴンゾーは横兵衛の鐘がなくなるまでぶラぶラと遊んでおったがそのうちまた商いに出たそうしてあの峠にさしかかるとひどくよい声で歌うものがある「かのたかのたよ」はって「はあてなれぞ隠れているのかよ」 ゴンゾがやぶの中をのぞくとサレコーベが風に揺れながら歌を歌う,うているのであった。これはまた珍しかされコーベもあったもんじゃ。ゴンゾよわしはヨコベじゃ。あれからサレコーベになったがそのうち笹が生えてきてわしを突き通したままどんどんと伸びた。こうして風に吹かれてみればこんなにいいことはない。毎日好きな歌を歌う,うて暮らしているのよ。 かの,たかのたよ、おもこたかのた、すえわつるかめごようのまつ。思いがかなったと言っているんですね。つるかめまつですから、めでたい、めでたいと歌っているんです。ゴンズはポカンとしていたが、こいつは金になるぞよ、と心の中で手を打った。いや、ま ことよい声じゃその声は人に聞かせねばもったいないわいどうだ俺と一緒に旅に出ぬかゴンゾはそれからというもの辻に立ってさあて皆の衆され神戸が歌を歌いまするぞ集まったり集まったりと叫んだするとどこの町の人たちもびっくりしてわらわらと集まってくるお客様がなかご長ご所うじゃそれ歌え すると、されこべは惚れ惚れするような声で歌う。かのたかのたよ、おもこたかのた、すえつるかめ、ごようの、 とともいいてポカンと突っ立ってっる。するとゴンゾは「さあさあサレコーベの歌を聴いたからにはただでは帰られんぞよこの品物を買うたり買うたり」というて飽きないをしたもうかった銭でゴンゾは飲んだり食ったりしたそうしてサレコーベにも酒をタラタラとかけてやると「へっくく,くんぬって」<laughs> 持ったよ2人は歌い踊ったやがて城下町まで来るとゴンゾは殿様にされ神戸をお見せしようと思いついたそこでお城の前を「歌うされ神戸歌うされ神戸」う神戸と呼んで歩くと殿様の前に呼び出された「され神戸が歌うなどともってのほかのことを申すだ。い,いえいえまっ、あ、こと歌いまする」何 まっこと歌うとな、歌いまする。歌うのときは首を差し上げましょう。下が歌ったときには何としてくだされます？うーん、よし、お前を白もちにして取らそう。それでは約束でござりまするぞ。さあ、歌いまするぞ。よーくお聞きあれ。 皆しんとしていつ歌い出すかと見守った「そそれ神戸め殿様のおんまえなので声が出ずと見えまするそれ恐ろしいことはない歌えやれ歌ええー、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 酒をさえをええええたらええ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 えれええ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 もえええええかええええ ゴンゾは引き据えられ暴れわめきながら首をはねられたそのとたんされこべは歌った「かのたかのたよおもこたかのたすえはつるかめごようのまつ」おしまい。 あれあれあの世に行きながら2人が話をしていますよ。ようご兵衛が歌わぬから首をはねれてしまったぞ。ゴンゾお前が先にわしの首をはねたんじゃ。はっそうじゃすまんすまんかった。やっと謝ったな。じゃがもう遅いわい。そんなことはない。あの世でまた歌うされこうべをすればよい。はあ。 そんなこともわからぬか？あの世ではみんなされこべじゃ。これで本当におしまい。